1>, 1日夕方、静岡県牧之原市で激しい突風が発生しました。3人が怪我をし、複数の住宅に被害が出ています。1日の午後6時半ごろ、牧之原市の伸び原から、松間地区の一帯で激しい突風が起きました。この突風により、トラックなど10台ほどの車両が横転し、10本の電柱が倒壊したということです。また、 複数の住宅で屋根瓦が飛んだり、窓ガラスが割れたりするなどの被害が出ています。この突風により、3人が病院に搬送されましたが、いずれも軽傷だということです。当時、現場周辺では、雷を伴った激しい雨が降っていて、静岡県内には、竜巻注意情報が出されていました。原から勝馬地区の一帯で激ししい突風が起きました。 牧之原市によりますと、この突風によりトラックなど10台ほどの車両が横転し、数十本の電柱が倒壊したということです。また、複数の住宅で屋根瓦が飛んだり、窓ガラスが割れたりするなどの被害が出ています。2階の左の半分側はもうぐちゃぐちゃですね。 この突風により3人が病院に搬送されましたが、いずれも軽傷だということです。当時、現場周辺では雷を伴った激しい雨が降っていて、静岡県内には竜巻注意情報が出されていました。突風でトラックが横転ですが、お気の毒です。突風で横転するときは、被害が必ず少なからずあります。先日。 あるテレビ局の中継車が東名高速で横転したときに、ドライバーが突風に煽られたと言っていました。私のの家も古いので、でちょっと心配です。